ガイアの法則っていうのはですね、ここにもまあ16っていうがこれから中心になるということはおーす。ということでどうもこんにちは、コウジです。ということでね、本日も早速やっていきたいと思います。で、今日のお話なんですけども、ガイアの法則っていうねテーマでお話ししていきたいかなというふうに思います。まあ以前にもね、文明周期説みたいな動画で僕触れたことあるんですけども、もっとねそこにちょっとフォーカスしてやっていこうかなというふうに思います。一応ですね、このガイアの法則ってガイア理論とかね言葉があるんですけども、これとはね全く別物なんですよ。ガイア理論っていうのは、僕らこの生物のですね互いのこう干渉がですね地球に影響して、何かしらこう気候が変動したりだとか、そういうことがね起こるっていうね、これがガイア理論なんですけれども、ガイアの法則っていうのはですね、また違う方がこう提唱した定説であって、文明のこう周期説にねこう密接に関わってくるような周期説みたいなねところにこう関わってくるものになります。ちょっとねそれをですね詳しくやっていきたいと思うんですけども、ガイアの法則とは、2010年頃にですね千賀一樹っていうね方が出版したガイアの法則という書籍で紹介された法則のことです。で、これはですね地球の文明と、繁栄そして衰退、この時期がですね法則がありますよっていうことを説いたもので、西洋文明の歴史はですね1611年を一つの単位としてですね、その節目ごとに経度がですね 22.5 度ずつ西にずれていくということがこう判明しているということですね。そこに最も優位なですね文明の極点がですね移動していくっていうことなんですね。で、新たな文明がその位置で開花していくっていう、そういう法則を示しています。東洋文明の歴史も1611年ごとに変化してるんですけれども、これはですね逆に 22.5 度東にずれていくっていうね、こういうことになっています。で、要はですね1611年ごとにある地点から西と東の2つの場所でですねそれぞれの文明が移動しながら、その文明が発展していくっていう、そういうことになっています。でですね、この周期を見ていくと、西洋の文化とかその文明の歴史はですね時代が進むにつれて、まずその繁栄地がですね西側にどんどんずれてくるということですね。で、東洋の方はですね逆に文化と文明の繁栄地点が時代が進むにつれて東側にだんだんずれていくということが分かります。で、人類最古の文明っていうのは現在のイラク付近というふうに言われていて、シュメール文明ってねよく言われてるんですけども、このシュメールからですね西側の文明の移動にはですねエジプト、ローマ、そして、西に移動してヨーロッパを経てイギリス、そしてアメリカというふうになりました。で、アジアの歴史はですね同じようにシュメールからインダス文明、インド、中国と移り変わってきているっていうね、そういうことになってます。で、この西の移動とですね東の移動の速度がですね同じスピードであるということが言われていて、で、なんでこれがですね同じなのかっていうと、これは地球の歳差運動のその回転周期と一致しているからというふうに言われています。そしてですね西洋文明と東洋文明、そしてこのどちらの文明もですね1611年っていう周期なんですけども、これを半分に割ったですね約800年が繁栄をしていく昼の時期っていうふうにね呼ばれています。で、逆にですね文明が誕生してから800年経つと、その徐々に衰退へと向かっていくわけなんですけども、残りの半分をですね夜の時期というふうに定義しています。まあ文明のこの西回りと東回りでですね入れ替わるように優位性がですね変化していくということなんですけども、西回りの文明がですね優位になるときは物質的な繁栄が起こって、逆に東回りの文明が優位になるときには精神文明が繁栄していくと、まあこういう仕組みがですね地球の文明の法則にありますよということなんですね。で、ガイアの法則によると、現在はですね135度文明と呼ばれている文明に切り替わったスタート地点にいるっていうねことなんですね。で、このタイミングはですね1995年に切り替わったというふうに言われています。ということでですね、まあ一応今説明したのがですねガイアの法則っていうね概要になるんですけども、東西のですねこの入れ替わりにおいて昼の時期とその夜の時期っていう繁栄と衰退ということが繰り返されるんですけども、物質的なものとですね精神的な文明のその転換がねあるんですけれども、まあこのですね昼と夜のその周期っていうのは約800年なんですね。その1600年をこう割って約800年って言われてるんですけども、まあ、今から800年前って言ったらですね大体こう西暦1200年頃なんですけども、この800年前のね西暦1200年頃からいわゆるその物質文明的な本格的なこうスタートがあって、いわゆるその金融とかですねそういったものとかもこの辺からこう反映してきてるということなんですね。だから当初の最初のこう、まあ、今言われてるようなねこう世界のこう世界をこう支配してると言われてるようなねそういった貴族の人たちとかも、まあ、この辺からですねルーツを遡ると出てきてるっていうね、そういったことになります。で、この1200年頃からですね1995年
と言われているその文明が変わったって言われている年までに、まあ、いわゆる昼の時期って言われてたんですけども、まあ、これがですねタイミングが切り替わって今度は夜の時期に向こうがなっていって、こっちの東洋文明が昼の時期にこう向かっていくっていうね、そういった流れになってます。今までのですねこの800年に関しては何の時代かっていうとですね、アングロサクソンの時代というふうに呼ばれています。でアングロサクソンの時代っていうのはですね、現在のその世界システムがですね作られた西暦1200年頃から始まったものなんですけども、これイギリスから始まってるってことなんですね。西洋文明がこう優位を持っている時代ということなんですが、その裏付けとしてですね、まあ、物質文明的なその紙幣とかね、そういったものもそうなんですけども、言語の中心となっていたのが英語ということになってくるわけですね。で全てはやっぱりね言葉が中心となって文明が動いていくっていう、そういうことになってます。で時間もですね、実はそのイギリスの天文台付近からですね、あの標準の世界基準としてこの時間っていうものが成立しているというふうに言われています。で現代のこの資本主義もですね、やっぱりその西洋からね来てるものなんですけども、世界初のその株式会社である東インド会社もですね、ここからこう始まるわけなんですけども、これイギリスの産業革命から本格的にあの形作られているってね、こういうことになってます。でこの資本主義がその800年を超えてですね、この年月が経っていく中で、いよいよ今は衰退しているっていうね、まあ今結構金融の業界でもかなりこういうことはね、あの言われてるんですけども、だいぶこう衰退の時期に向かっていると。でこの資本主義のその根底の元となっているそのグローバル金融システムっていうね、あのその大量生産だったり大量消費だったりね、こういったグローバル経済システムっていうものも、もうあの各国の人もですね、このまま行ったらまずいっていうことをこう気づいていて、いよいよねこの終焉に向かっているっていう、こういうことになってるんですね。なので新しい価値観がどんどん今出てきてるっていうことにもこうつながっています。まあこの大量生産とその大量消費っていうものをこうずっとやっていくとですね、人間だけがですねこう繁栄していっちゃって、地球環境にとってはだいぶこうダメージが大きいと。だから生物が今あのバッタが大量発生してるんですけども、そのバッタの大量発生以外にはですね、大体この地球からですねだいぶあの生物が減少してるんですよ。比率がこうバランスがおかしくなっていて、バッタは大量発生するけど他の生物は死ぬとか、あのそういうことになってますね。でこのアングロサクソン文明っていうものがですね、まあ今衰退に向かっているってことで、この次の文明がどこなのかっていう話になるんですけども、これが135度線にあるねこう日本ということにこうなってくるわけですね。これは一応その法則で言われているものなんですけども、ここにですねやっぱりこう言霊的なこう視点をこう持って考えていくとこうどうなんだろうなと思ってこう考えてみたんですけども、まあ、大体この800年というこの周期っていうのがですね、まあ8っていうねこの数字が出てくるわけなんですけども、まあ、主体と客体を除いた8不因という現象を起こすためのですね、あの力道のこう並びっていうのがあるんですけども、それがまあ8で形成されているわけなんで、一つの力道がですね約100年続いていくっていうね、まあ、そこからですねこう考えていくと、言霊っていうものとかのですねこう力道も非常にこう関与してるんじゃないのかなというふうに個人的に思ってます。まあ、2つ合わせるとね、その16っていう数字も出てくるんですけども、まあ、16っていうのはこの先天構造の中の雨の皆主から始まって、イザナギとイザナミが出てくるっていうね。でイザナミっていうのは最終的に物質の減少シーンの方にねこう帰っていくんで、まあ、ここの先天構造っていうのが16で構成されるんですよ。でこの16っていうのが、天皇家の菊花紋章にこうあるような16の方向から全てを聞こしめして、最終的にこの世界を統治滑るっていうね、そういったものにこうつながってくるんですけど、ここにもまあ16っていうものと8っていうね構成がこの法則によって見えるかなというふうに思います。でこれからこの日本がですねこの中心になるっていうふうに、もちろんこういうことでも言われてますし、言霊の世界でもそうなるということなんですけども、ここから先はですねその言霊的な視点を持ってこの日本っていうのを見ていった時にですね、前回もねゼロポイントって話をしましたけれども、例えば手と手を合わせたここのちょうど中間っていうのものがあのゼロポイントで、このゼロポイントから生まれるよっていうことなんですけども、何が生まれるかっていうとですね、これまあ簡単に言うと、物質というのはそれぞれですね、何もお互いがそっぽを向いた状態で別に何も本来は起こらないんですよ。だけど人間のみがですねこの意思で動かしてですね、そのポイントでゼロポイントを作った時のここですね、例えばですけども、こういうふうにお互いをこうぶつけた瞬間にこのゼロポイントから音が出るわけですよ。でこのゼロポイントから出たこの音の波がですね、要は周波数を形成して形を作って像を作って現象というふうになっていくんですね。つまりこういったことがこの神羅万象におけるですね、この万物におけるあらゆるところでこのゼロポイントから全ての現象が起こってるっていう、こういうことになるんですね。つまり日本がこれから中心になるということは、西洋の文明がこの日本と衝突することになると。で衝突した時にですね、こっから新しく生まれるものが次の文明の新しいものになるっていうね、
こういうことなんですよ。つまりこの日本がですね、例えば今だったらこう中国とね、アメリカっていうものがこうバチバチやってますけれども、そのやっぱりね、舞台となってるようなね、地点っていうのがやっぱりどうしても日本なんですよ。日本を皮切りにアメリカと中国がこうバチバチなってるわけですね。だからこの地が日本なんですよ。でこっからまあ何が生まれるかっていうね、まあこれに関してはその何が生まれるかって一概には分かりませんけれども、この日本の地がやっぱりゼロポイントとなって、こっから新しい文明がスタートしていくっていうね、こういう話になってくるかなと。で次回はですね、もっとそこをですね突き詰めたね、お話をしていけたらなというふうに思います。まあこれから起こるとされている災害ですね、日本の地で起こるとするならば、この日本においてはですね、僕らはどういった対策をして、どういった意識をねこうしておくのがいいのかっていうね、それをですね一応言霊の視点的にですねお話ししていけたらいいかなというふうに思ってます。ということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイ。